2人。いや久しぶりすぎでしょ。バリでやめたんですかって巷で言われてたらしいですけど、残念でした、まだやめてません。今日はですね、まあ2人が久々ってことで、そうですね、リハビリエイキングの方に、あ、よろしくお願いします、やっていこうかなと思っております。っていうか実は情報終わったんですよね。これが流れてるってことは売れてるんですよね。リハビリが成功してるのか。じゃあ行きますよ。行くぞ行くぞ。 VTR スタート。皆さんタコです。動画回しとらんかったって、ほらタコ、ほら、うわ怖っ、目がかりと思ったら違いましたよ。皆さん今日はタコングです。ネギオリーフ、ネギオリーフなの、販売中止したやつっすよね。はい、大潮跡の中潮っすね。闇夜でございます。下地は赤を使っております。今日ねお珍しい2人とね来てるんで、是非ねその2人に釣ってもらいたいところなんですが、私も今7日8日もう何日ほげてるか分かんないです。ずっとねほげてるんで取りたい、そろそろ途中移動は取るっすよ。はい、どうしますか。こんな感じの道をいつも行っております。体はでかいけど意外といけるっすもんね。はい、ポイント入ってきました。土砂ローっていうことでね、ビクビクしながら打ってやろうと思います。 OKOKOK。 ここで僕のワンバックのご紹介をしたいと思います。自分このバッグ1個で大体ね磯場とかは行くんですけど、のいいものですよね。とまあエギですね、ライントラブルの時のやつですね。メインでこう使うやつはちょっとストックとしてこれをこうやって持ってきております。パカリ、ジグ、ワンチャンね魚がバチャバチャしたらね投げれるようにギャフ、まあ磯場とか堤防とか高さに合わせて5m ギャフと 3m ギャフを使い分けてますね。と野球ボールなんでってなるよね。入ってました。釣り場に行く前とかね、行った後とかにこのカラビナのつけてるのを変えるようにしてます。で今日は闇夜なんで赤テープが多めのセッティングで入ってますね。とシャローに変えていくんですけど、僕好きなんですよパープルシャドウ。ケイムラスけどね、これも使いながら行きたいなってことで、こんな感じでセッティングを変えていっております。やっていきましょう。スタートいいですね。はい、さっき入れたパープルシャドウ、はい、下地紫ですね。シャロータイプのネギを入れていきます。お塩が微妙なんだよね。雨がひどくなってきたよ。ちょっとお隣いいですか。降ってきたっすね。予想通りっす。8時半、予想通りっす。ちょっとでも潮のようなりよるでしょ。落ち落ち。うわ、もう逆転の発想で4号な4号。え、デュエル4号とかあったっけ？あるっさ。マジっすか？うん。L 級かな。L 級だもんね。面積の総和圏さ。塩が見やすくても沈下スピード変わらんてよ。わあ、塩は良くなってきよるな。もう俺何日ほげとるかわからんす。もう数えきらんす。もっち今投げたがいいかも。お、来た。来た。おお、来てますよ。久々に来ていきなりぶっかますじゃないですか。いや、ほらほら、なかなか重い感じよ。今手前に来てますよ。ほら見えてるでしょ。いや、見えないです、カメラでは。ほら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 、500ぐらいはあるんじゃない。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとあっぶねー。いや、いいサイズ。お久しぶりです。はい、おめでとうございます。どうも。私ですよ。覚えてます？私です。釣っちゃったわよ、久しぶりに来て。いやー、ほんと久々に来て、潮が効き始めた段階でドンと一発。エギはこれヨウズリの L9 の4号なんです。4号なんです。ちょっと潮紙を欲しいなと思って4号にしてみて、そしたら見事ドンピシャですよ。ぶち当たったっすね。いや、逆転の発想お見事っす。お見事ですね。いや、お見事っす。これはよかったよかった。気持ちいいわ。潮もちょうど効いてきたし、ちょっと測ってみます。そうですね。はい、それではですね、検量の方をやっていきたいと思います。はい、ゼロですね。ゼロです。はい。でん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 、え、消えた。じゃじゃーん。サービスしてください。エギロープをサービスしてください。お久しぶりなんで。春イカまでとは言わないけど、何ヶ月ぶりですか。でも俺釣りに来るのがね、今年初だから。あ、やばいやばい。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。釣ったろうが、おい、俺釣ったろうが、最後まで見ろよ。久しぶりすぎてさ、全然当たり分からない。最初目がかりと思ったもん。あ、でも春の当たり方じゃないですか。まあまあ、そうよね。潮の効いたタイミング、ドンピシャやったっすね。ドンピシャやったね。そう。やっぱこう諦めずに海に投げ続けとかないといけないってことですね。ですね。わかりました。楽しかったわ。いや、あれ4号だったんでしょ。4号なんですよ。それも、しかもそれも話しよった。そう。すぐ話してた。そうね。4号投げよったさねみたいな感じで話してて、渋いなんかやっぱ上げてるんで、お見事です。ありがとうございます。今回ゆるい動画でリハビリということで、皆さん忘れずに、この顔を忘れずにですよ。チャンネル登録、高評価、コメントもコメントもどしどしお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイチャー。